こんにちは、学習塾1945です。今回もやっていきます。よろしくお願いします。ってなわけで問題はこちら。まずは一位停止をして解いてみてください。では、確認をしていきましょう。今回は19世紀を選んでください。まず一番、レコンキスタと言ったら終わるのが15世紀ですね。ここのイベリア半島というのはスペインとかポルトガルのことだと思ってください。当然、もともとこの辺はキリスト教でした。 ですが一旦イスラム教勢力に取られちゃうんですね。でも少しずつ国土を回復させるんです。徐々に奪い返して15世紀に完了します。で次、今度は中国の天礼問題です。これは1700年頃の真の話ですよ。布教活動をするキリスト教徒が信者になった中国人に対して中国の価値観をどこまで許せるんでしょうか仮にあなたが当時の中国人でキリスト教に勧誘されたとしましょう。 で、あなたはそのキリスト教にぜひ入りたいと。でも不安に思うことありませんかキリスト教に入ったらキリスト教の外の価値観は認めてくれるんでしょうか例えば中国といえば儒教ですが、その儒教の考え方は認めてくれるんですかね儒教の伝統的儀礼の典礼も認めてくれるんでしょうかもしそんなもの認めねえ、何もかも捨てろって言われたら引きませんか だから最初の布教活動は中国の価値観をかなり認めました。でもそれ認めすぎるとキリスト教なのかって話になりませんか半端なことやってんじゃねえって考え方もあるでしょう。こうして天令問題という論争が起きました。で次、今度は3番ですが、これは20世紀の出来事です。この第一次世界大戦後の1920年代、イタリアのローマ新軍で独裁者ムッソリーニのファシスト政権ができました。 ドイツ・ヒトラーのイタリア版ですね。ということで以上は19世紀の出来事ではないので正解は4番です。イギリスのチャーチスト運動は19世紀の選挙権要求運動です。労働者が中心となって選挙権くれよって言ったんですね。てなわけで今回は以上です。最後まで聞いてくれてありがとうございました。